一般教養トレーニングノート理科丸二科学の講義を始めます、今日は、予想問題の中から、いくつか問題を選んで解説をしていきたいと思います。要点整理の中に、あるんですけども、あまり触れてないところなどをちょっと中心に解説をしていきます。30ページの予想問題2からスタートしていきたいと思います。水とエタノールを混合した液体を温めていく問題です。その時の温度の変化がこのようなグラフで表されていきます。混合していますので、ちょっと少し特殊なグラフになっていますね。で、括弧1番で密度を計算しなさいという問題になっていますので、密度を早速計算していきたいと思います。今回体積が合計で分かっていますが、さあまずはですね、密度の、公式覚えていますでしょうか。確認していきましょうね、一緒に。体積分の質量でした。重さですね。で、今回書いてあるんですけども、ちょっとそのままじゃあ割り算していいのかというと、そうではないというのが難しいところですね。今分かっているのは、水が70ですと。で、水の体積が70と分かっていて、あとはこちらも30と分かっています。そうすると水の質量はまずは1立方センチメートルあたりで1グラムですから、そのまま70です。で、合計が今回94グラムになっていますので、24グラムがエタノールのはずです。まずここが入れられるかどうかですね。ここが入れられる。で、あとは割り算をしてあげましょう。そうすると答えが 0.8 というふうに出てきますよね。はい、括弧1番はこれでいいでしょう。で、先にですね、括弧3番の方も見ていきたいと思います。括弧3番はですね、気体のエタノールが一番出ているところはどこですかっていう問題でした。グラフを見ながら考えていきます。グラフはずっと熱を加え続けています。加熱しています。で、熱を加えれば普通だったら当然温度が上がります。温度が上昇します。こことかそうですね。こことかそうですね。温度上がっていきますね。これが普通ですと。じゃあ温度上がらなくなっているここって何ですか。熱を加えられてる、どん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 熱を加えられて、暖かくなっていくはずなのに、どうして、温度が上がらないんですかっていうのがこういうグラフのポイントになるわけですよね。その時に何っていうと、これ状態変化ですよね。状態変化に熱が使われているんだっていうのがポイントなんですよね。これをちゃんと覚えておかないといけないですね。状態変化、大丈夫ですか。固体、液体、気体の、3つの、状態がこう変化をしていくものでしたね。で、今回だと、エタノールが気体のものがこう発生しているのはどこですかっていう話を問題では聞かれていましたので、エタノールが状態変化をしているところはどこですかと、こちらですね。こちら水ですもんね。100度は水ですから、こちらがエタノールの状態変化で、気体っていきなり聞かれてるんですけども、液体から気体へと順番に変わっていくのが普通なので、今回はまあそんなに困ることはないと思うんですけども、状態変化で覚えておかなきゃいけないものというと、昇華と呼ばれる現象でしたね。ですので要点整理の方にも書いてありましたけども、そちらをよく見て昇華をしっかり覚えておきましょう。昇華ですね。
何ですかっていうと、答えがいきなり期待へと変わってしまうことを消化と言っていましたね。これはチェックをしておきましょう。例えばですね、塩化アンモニウムとかはそうです。塩化アンモニウム覚えていきましょう。さて、予想問題の中で解いていくときにですね、少し必要になってくる知識がありまして、各問題を一つずつ見ていくよりも先にまとめておいた方がいいだろう、もしくはですね、しっかり覚えてもらった方がいいだろうというのが試訳です。試訳ですね。こっちも書いておきましたけども、リトマス試験紙 BTB、 それからちょっと特殊な問題としてフェノールフタレインや塩化コバルト紙がありました。これを実際にですね、よくこう表になっています。サブノートの方でも表になっていましたけども、実際見るだけじゃなくて自分で埋めてもらうことで覚えていかないといけませんね。さて、埋めていきましょうか。大丈夫でしょうかね。リトマス紙と言いますと、まず3から覚えていきましょう。青が赤に変わります。青が赤に変わります。で、中性なしで、アルカリ性質の逆なので、赤から青、これ逆だよということで、多分なんとなく覚えてるんじゃないかなと思います。 BTBBTB は色が3つ違いましたので、これ覚えられてない人も多いんじゃないかと思います。左から順番に黄色、緑、それから青でした。黄色、緑、青でした。で、これすぐに出てこないと厳しいので、やっぱり覚え方っていうのはとても大事になってきます。これ、自分で書いて何度も書いて覚えるっていうのもありますし、やっぱ語呂合わせで覚えていくのも手ですよね。これですね、例えばリトマス紙だとこの3を覚えられれば大丈夫ですので、青から赤へ、変わっていきますということで、よく覚えるのが青から赤へ変わっていきますので、お約束としてお母さんとよく覚えますね。お母さん、お母さんですね。あとはですね、酸というと酸っぱいものですので、梅干しがそうです。梅って青ですよね。でもつけて酸っぱくなると赤になりますよね。なのでこれ梅干しの変化と全く同じなので、お母さんで覚えるか、あ、梅干しとかっていうふうに覚えておくとここが出ます。そうするとアルカリ性も出るので、これは OK でしょう。で、BTB の方はもうこれ語呂合わせていくしかないです。ですね。黄色、緑、青なので、巷では、例えばいろんな覚え方があるんですけども、まあ、ここではですね、黄身と続けて読んで卵の黄身をイメージしてあげてください。黄身が青色ですとかって、まあ、そんな卵を見たことないですよ。ボンドラマなんかでなんか気持ち悪いものとして紹介されてたと思うんですけども、その気持ち悪さとして印象を残しておけば忘れませんので、黄身が青だよと、黄身が青だと覚えてください。さあ次行きましょう。フェノールフタレインは何ですかと言いますと、これはアルカリ性に反応します。アルカリ性に反応します。アルカリ性に反応して、ここは赤に変わります。これ覚えるじゃないですね。赤、ここないんですね。ここで、で、塩化コバルト紙って何ですかって、これ水に反応するだけなんですね。これすごく特殊ですね。水に反応して色が青から赤に変わります。
なので酸性、中性、アルカリ性とかとはちょっと話が違って、水があるかないか、まあ、見た目ですぐ分かるんじゃないかって話もあるんですけど使ってます。そうすると塩化コバルト紙が出てくるときは問題で聞かれるのがどちらかというとこの色の変化なんですね。色の変化なんです。なので覚えておくときには、あ、リトマスの酸性と同じだよって覚えておけばちょっと頭の、容量を使わなくて済むかなと思います。リトマスの酸性と同じと、こんなふうに、やっておくといいでしょう。他にももちろん石灰水とかも出てきますね。白く濁るよ、二酸化炭素としか反応しませんでした。それはちょっと二酸化炭素の特徴としてしっかり覚えておいてもらいたいと思います。あとはですね、実際にちょっと問題を見て、やっていきたいと思います。例えばですね、見ていきましょうか。例えば、1番をご覧ください。予想問題の1番をご覧ください。そこだけ抜き出してみていきますね。予想問題の1番の実験2では B の試験管にフェノールフタレインを加えたところ、水の色が赤に変わりましたって言ってますから、この実験2で出てくる B という試験管はアルカリ性を示していますときます。まずはここからですね。で、アルカリ性を示す気体はどれですかっていうと、ちょっと試薬の話とは外れるんですけども、これ皆さんだったら大丈夫でしょうか。アンモニアですよとかっていけますよね。で、アンモニアはアルカリ性の性質を示す代表的な物質なので、これ覚えておかないといけないですよね。結果このアルカリ性や酸性の試薬を覚えても、何が具体的な例を覚えないと結果的にはダメなので、これちょっと覚えておきましょうね。とあとは中和のところにも出てくるものがありましたので、まあ、そちらは大丈夫かなと思います。で、酸性というと酸がつくので、これも多分ほとんどのケースで混乱することはないと思います。で、先ほどちらっとこっちでもですね、硝化って話も出てきたんですけども、塩化アンモニウムは要注意です。塩化アンモニウムは要注意です。なぜかというとですね、アンモニウムっていう名前を使っているにもかかわらず中性になりますので、ちょっとこれの要注意な例として挙げておくといいかなと思います。で、これで、できますよね。で、他にもですね、ちょっと先の問題になっちゃうんですけども、例えばですね、4番とかもそうですね。4番、石灰水なんかを使ってますけども、石灰水を通すとどうなりますかという、ここちょっとここじゃないですけども、出てきています。4番はまた後で、触れていきますけども、ですね、試験管 B で発生した気体を石灰水に通しますって言ってますので、今回の現象はまとめておきましょう。石灰水が白く濁るといえば、はい、何ですかって言ったら二酸化炭素ですというので決まりですと。で、4番は炭酸水素ナトリウムの分解というので、これまるっと暗記しておかないといけないものなので、これとは別にしても答えが出せないと、厳しいですね。で、あと今回問題で聞かれるのはここなので、これもやっぱ覚えておかないといけないですね。白くっていうところ、ここですね、マークしてもおいてもらうと問題がスムーズに解けるし、やったものがですね身になっていくというふうになっていますので、頑張ってみましょう。